湯原らゆは、日本の元ラグビー選手、コーチ。トップリーグ東芝ブレーブルーパスに所属していた。引退後は、FW アシスタントコーチを兼任していた。6歳の頃からラグビーを始める。2002年、流教、大菓子は高校卒業後、流通経済大学に入る。2006年、流通経済大学卒業後、東芝ブレーブルーパスに加入。 2008年10月25日に行われたジャパンラグビートップリーグ第6節の日本 IBM ビッグブルー戦にて先発出場で公式戦初出場を果たす。2010年5月11日韓国戦で日本代表として初キャップを記録している。2011年ラグビーワールドカップ2011の日本代表に選ばれる。なおワールドカップでは1試合に出場した。 2015年、ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。2017年1月にトップリーグ100試合出場を達成。2019年、東芝ブレイブルーパスのアシスタントコーチに就任した。2020年9月30日、所属していた東芝から湯原が29日に死去したことが発表された。30日に発表した東芝によると、 湯原はは29日の朝にクラブハウスで実主トレーニングしていた際、突然意識を失って倒れたという。近くにいた人間が AED など可能な限りの救急措置を施した上で119番に連絡後、救急搬送されたが、搬送先の病院で息を引き取った。湯原には持病はなく、湯原はは亡くなる前日の28日も普段通り練習で指導していたという。 休止として、死因は、非公表。36歳没。ありがとうございます。